はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安田でございます。白血病、腸病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、白血病やがんで入院中、ね、入院されている患者さんはね、抗がん剤であらゆる箇所に副作用が出ます。目の乾燥や、ね、痛みもその一つです。お目目ね、まあ、病院に行っている時はですね、血圧、体温ですね、まあ、採血などでね、様々な検査で、体を数値化されて今の体の状態を確認してもらいますけども、まあ、しかしですね、家に行っている時は病院での検査なんてできませんので、そんな精密な検査でできないので、まあ、体で感じている状態や状況でね、確認していかなければなりません。まあ、体温、血圧とかだったらね、今家庭用もあるからできますけども、まあ、今僕もね、体温と血圧は測ってます。しかし採血はできないんでね。まあまあまあそうなんですけども、まあこれから季節が秋から冬になりますので、気温の低下とともにね、空気も乾燥してきます。まあ、ちょうど1年前のね、この時期はですね、花粉症、秋の花粉でね、目がこうシパ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 してきたかなと思ったらですね、視床角膜炎というね、症状が出てしまったんですけども、まあ、僕の場合は骨髄移植が原因やったんですけどもね、まあ、こういった目の症状っていうのは病気に関係なくですね、乾燥や花粉などからも目を守るためにこう体が勝手に、ね、反応したものだということがね、考えられてます。まあ、なので健康な人でもなる可能性があります。ということで目薬をしましょう。潤うと避けれるんでね。あと、まあコンタクトレンズよりメガネをしている時間を長くすればまだ症状をね、抑えることができます。まあ、そして、まあ、加湿器などを使って温度の、まあ、湿度のね、調整もしてください。まあ、でもね、目が乾燥してくる前に喉乾きますよね。まあ、単純に水分を取らないとですね、結局乾燥するので水分を取りましょう。まあ、涼しいからといってですね、喉が乾かないと思いがちですけども、体は思いのほか乾燥しますのでね。まあ、特に入院中の人たちは水分取りましょうってめちゃくちゃ言われているはずなので、お水をしっかり飲んでください。僕はね、僕自身はですね、入院中にね、この室内といいますかね、病室がね、超快適やったんですよ。個室でね、自分で温度調整をピピってできるんでね、めちゃくちゃ快適やったんで、喉も乾かんかったんですよ。なので、まあ、1日に1リットルくらいしか飲んでなかった時期があったんですけども、まあ、それを看護師さんに言ったらね、めちゃくちゃ怒られました。よくね、2リットル飲みなさいって聞きますけど、まさか入院中でもね、そんなこと言われるとはね、思ってなかったんで、まあ、きっと水って、まあ、水分ってね、めっちゃ大事なんでしょうね、っていうふうに思いました。まあ、冬に向けて皆さん水分を取りましょう。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ったと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。